の射水市というところで兵庫をしている明野と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。京谷さんは京都の清水焼きという職の普段のお仕事ってどんなことをされてますか？京都っていうのは伝統工芸品としては京焼き、清水焼きっていうのが正式名称なんですね。で、清水焼きっていうのは清水寺の近くで、まあ、やっているのが清水焼きって言われる、まあ、大きな窯元が、まあ、たくさんあるところの一つで、京都風でやっているのが京焼きっていうんですね。で、私がやってる新緑窯は、岩倉、京都の、京都市の地図を見ると、京都駅から、地下鉄で30分ぐらいのところなので、清水寺からはちょっと遠く離れてるんですね。ですし、まあ、清水焼きっていうよりかは、京焼き、何焼きですかってお客様に聞かれたときは、京焼きですっていうことが多いです。で、うちの場合は、祖父が、陶器に使う釉薬っていうのは化学反応でいろんな色に変化をするんですね。例えば、鉄でしたら 5% その、釉薬の溶ける釉薬に 5% 鉄を加えるか 10% を入れるかとかで、いろいろ色の変化があるんですね。で、だから鉄 FE ですけど、鉄を 5% 入れると茶色になったり黄色くなったり、それをたくさん入れると黒くなったりとかする、そういう化学変化をものすごく面白かったというか興味があって、まあ、この岩倉からもうちょっと北に行った雲ヶ畑っていう、もう山の中のところから単身で東京の、今でいう東京工大に行ったような人なんです。うん、で、その新緑が、まあ、始めた窯元で、今で祖父と父と私で三代目になるんですが、まあ、だから、岩倉っていう土地柄にあるので、清水焼きっていうよりかは京焼きっていう説明をすることが多いです。で、今は、まあ、父も88になりましたので、ほとんど主人がこういうふうに作って、私はどっちかというと営業とか、もうパソコンの前に座っていることが常々多いです。で、まあ、祖父なんかは伝統工芸会に入ってたり、父なんかは送電車ってご存知ですか？わからない。走る泥の、まあ、社会の社って書くグループが、八木和夫さんが、まあ、作られた昭和初期のグループなんですけど、今でこそオブジェって言えば、まあ、陶器でも、いろんなガラスでも、オブジェって言えば、こう、通じる名前というか、通じるようになったんですけど、その昭和初期に初めてオブジェ焼きっていう、オブジェっていうものを作り出したグループがあるんですね。そこに、まあ、入ってまして、祖父も父も、だから作家としてやってたことが多いんです。だから古典だったり、百貨店のそういう美術画廊とかで作品を発表して、そこでお客様にお買い上げいただくっていうことが多かったんです。で、私の場合はですね、そういう作家活動をせずに、まあ子育てなり、まあ主婦業が主だったので、そういう作家活動もせずに、まあ、言えば父の仕事を手伝えば、まあ、なんとか生活ができていたので、ずっとそういう形で過ごしてきました。で、今は主人が伝統工芸士を取りましたので、まあ、そういう形で、この急須なんかは主人の作品で、京都市の、未来の名勝とか、伝統工芸士を取ったので、それで、まあ、発表して、今、二人でやっています。ありがとうございます。でも進路を決めるときとか、興味があったと言われたって、もともと、お家のお仕事に興味があって、進路も決めていったという感じですか？ごめんなさい。そこはね、絶
全然もうやる気なくて、私銀行に入ったんですね。うん、まあ、あの、父も、まあ、私と妹と女兄弟なので、父も、まあ、告げても言いませんでしたし、母なんか、ほんまに伝統工芸、携わってられるとわかると思うんですけど、まあ、一般サラリーマンというか、一般的なか、ね、あの、社会的賃金から言うと、かなり大変じゃないですか。そんなことないですか、兵庫屋さんは。だから、まあ、母も私がこう継ぐことにものすごい反対でしたし、まあ、銀行に行って普通にお嫁に行くもんだと思ってたので、ただそのペリカンキュースとか、あの、その祖父が、まあ、言った発明じゃないですか、開発した釉薬だとか他にないものが多かったので、これはまあ要は後世に伝えていかなければいけないかなっていう、まあ、一種使命感みたいなものなんです。ものっていうか、まあ、ものづくりはもともと好きだったので、例えば子供の洋服を作ったりとか、そういう手芸みたいなことは昔から好きだったので、ものづくりというところでは、陶器を作るのも好きは好きなんです。ただそれが商売になるかっていうと、とてもじゃないですけど大変な世界っていうのも知ってましたし、それをあえて母なんかは子供にやらせようとは思わなかったんだと思います。だから、兵庫屋さんって京都でも大変なので、いや、富山県でされてるの大変じゃないかなって思います。やっぱり、すげえと言われるようなお家ではなかったし、あの、私自身も、住むとは思ってなかったです。やっぱり。あの、仕事の内容はとても今好きですし、あの、お客様のいただける顔を見たりとか、あの、ですけど、やっぱり先ほどの収入の面とか、いろいろ安定した仕事ではないので、うん、とても、またまとまらないんですけど、うん、富山で仕事やっているっていうことに関してなんですけど、家っていうのを結構大事にしてきた土地柄なのかなというふうには思っていて、結構あの、富山だと仏壇が立派って言われるんですけど、家とか床の間も立派なお家が多くって、やっぱりあの、まあ、例えば冠婚葬祭を家で親戚を呼んで行っていたりして、まあ、お家ってものにお金を借りてきた土地柄なのかなって思ってます。で、まあ、人が集まるので、やっぱり掛け軸だったり、屏風だったりっていうのが、身近なものではあったのかなと思ってますね。それから仏壇で言えば、あの、北陸は浄土真宗が8割と言われるそうで、なんかちょっと信心深いって言ったらちょっと語弊があるような気がするんですけども、やっぱりそういったものを大切にするっていうのは強い土地柄なのかなと思っていて、例えばあの仏壇の中に小さい掛け軸の光明軸っていうのがあるんですけど、そういったものをまた、あの、作ったり直したりっていうお仕事もさせてもらってます。あの、確かに北陸って石川も含めて仏壇すごく立派だと思うんですけれども、この兵庫のこう京都にも当然あるんですけど、北陸というか富山の特徴っていうのは何かあったりするんですか？仕事の内容ですか？そうですね。できるものというか、あの、そうですね。仕上がりしている商品というか、作り方とか、結構同じ、例えば仏壇でも、地域地域で仏壇って結構違うと思うんですけれども、なんか兵庫の富山の特徴、富山的な特徴っていうのがあるのかなと思って。どうなんだろう、うん、仏壇が大きい、床の間が大きいっていうこと、大きかったり立派だったりっていうのはあるかもしれないです。どっちかというと、その、質素とか簡素なものというよりは、はい、お客様に喜んでいただけるようなものだったり、はい、そうですね、やっぱり神様、仏様を、うん、のために
たりしたものを作ろうっていう方も多いので。はい。形はそんなに変わらないのかなと。うん、なるほど、なるほど。地域の文化に合わせて作るみたいな感じですね。あ、ごめんなさい、どうぞ。まだ古き良き日本が残ってるんですね。うん。そういう広い立派なお家もあると思います。ただ、新築、やっぱり時代の流れとしては、新しいお家に座敷がなかったり、床の間がなかったりっていうのは、やっぱりありますね。ごめんなさい。京都の場合はどっちかというと、マンションがたくさん建ち立ってるので、うん、とてもじゃないですけど、そのマンションに床の間がほとんどないですし、仏壇も置くスペースもないぐらいなので、だから富山はすごい、まだいいところな、まだいいところというか変ですけど、そういう日本の文化的なものが残ってて、いいなと思います。これなんか、加賀藩の影響もあるかなと、加賀百影響もあるかな。そうですね。中心の石川県ではそうでもないらしい。天神様の文化だったり、そうですね。だから京都なんかでしたらもう京町屋が潰されてても維持するのが大変なので、確かに京町屋がかなりもう何軒も潰されてても、京町屋があったなって思うとかガレージにあったりとか、やっぱりそういう住宅事情がかなり変わってきているので、その辺は残してほしいというか、まあ、広島とか行っても、まだ、引きでもどうじゃない、のしとか、そういう、のし屋さん、のしはあれは何て言うんだっけ、そういうお店とかもね、引き出物とか、たくさんありますし、京都は、なんか文化的なものが残ってるかと思ったら、そういうのはあんまり残ってないような気がします。結構意外でした。マンションがあると言われれば、確かに都会なので、そうだなって思えるんですけど、普段のイメージでは、もう京都は、こういう日本の古き良きをもうずっと残している、なんか、もう勝手にそういうイメージでいるので、そうかと思って今、います。でもお寺も多いと思いますし、葬具屋さんもたくさんありますよね。うん、だから、そういう修復のあれは多いんだと思うんですけど、ただ、その新しいもの、新しい表具、それこそ、壁にかけるっていうか、そういうね、ものとかはなかなか売れないって。なるほど。そうですね。うちはどちらかというと、作って売っているというよりは、もうお客様から依頼を受けて、修復もしますし、新しいもしていますので、それと、表現さん自身は、富山県は、私は、その表現さんの数も、だいぶ減って、今70件ぐらいなんですけれども、なんか全国的には結構多いらしいと聞いたことがあって、やっぱりその床の間だったり、お仏だったりを大切にするっていう文化があるっていう影響はあるのかなって勝手に思ってますけど、はい。お客様からご依頼いただいて作られる時のお客様っていうのは、やっぱり富山県が割合としてはほとんどなんです。それとも県外っていうのも結構多かったりするんですか？はい、ほとんど近場です。あ、県内で、はい、いろんなところには行かせていただいてるんですけど、うん、はい、県内です。ってことは、やっぱりその、さっき、京谷さんがおっしゃったように、その地域にその文化がしっかりとまだ根付いてるからこそ、そういうご依頼が来るってことですもんね。そうですね。うん。理由は、してほしいです。
はい。ありがたいと思ってます。私はほとんど口コミでやらせてもらっていて、まあ、SNS とかも、ちょっとはやってはいるんですけど、うん、なるほど。なんか、あ、どうぞどうぞ。今、あけのさんが、その富山県内だったんですけど、京谷さんのその商品の販路っていうところは、京都っていうところが多いんですか、それとも外で販売することの方が多いんですか、今は。うちの場合はですね、もともとその、父なんかは東京で個展とかしてる、東京とかで個展をしたりとか、京都以外ですることが多かったので、お客様はほとんど京都外の方が多いです。なるほど。で、もともとペリカン急須も東京の小売店で、まあ、バイヤーの方が見つけていただいて、そこから、通販に乗るようになったので、なんかね、京都って地元の百貨店とかで買う、小売店で買うよりか、その窯元に直接行った方が安いじゃないですか。うん、だから、あんまりそのデパートとかで買われる方は少ないですし、例えば、伊勢丹、JR 伊勢丹に、まあ、京都にあるんですけど、はい、そこで催事やっても大阪とか滋賀県からのお客様が結構多いですね。どっちかというと京都の方よりも都府県の方の方が多いです。あれですよね、窯元さんで買えるっていうのも知らない方多いですもんね。それ、はい、もし知ってる方が増えれば、もう少しお客さんとのコミュニケーションも取れるので、なんかいいかもしれないですよね。そういうことを伝えてあげるだけで。でね、京都の場合は、8月に陶器祭りとかがあったので、うん、まあ、そこで買える、言うたら、近くのお寺ってあんまり行かないじゃないですか。うん、いつでも行けるわっていう感覚があるので、うん、はい、特別その今買わなくても、またいつでも買えるわっていう感覚があるんじゃないかなと思います。うんうん、だから陶芸教室、今映ってますけど、陶芸教室もどっちかっていうと京都市内の方よりも大阪とか兵庫県とか、他府県の方が来られることが多いです。だから2時間ぐらいかけて電車に揺られてちょっと小旅行みたいな気分で来られる方が多いので、京都市内、まあ販路が京都市内っていうことよりとはあんまりないですね。どっちが出た東京の方が多いです。なるほど。僕も父親が京都なんで、はい、清水焼こう馴染みがあるんで、なんかやっぱりいつでも買えるっていうのは多少ありますよね。はい。でね、やっぱりね、高いって言う張ることが多いんですね。でもそうですかね、他の産地見てた時に。そんなこともないかなっていう気はするんですけど、いかがですか？高いと思わはりませんか？他で結構僕いろんな地域の伝統工芸品の焼き物を見てるので、はい。はい。特別高い、まあもちろん安くはないんですけれども、特別高いとはあんまり思わなくて、ただやっぱりその差がどこにあるかっていうのは消費者の方とかもしかすると聞きたい方もいるかなっていうふうには思うんですけども、うん、だから京都はもともと何でもそうなんですけど、うん、食材にしてもその原材料が出ないんですね、うん、だから富山なんかやったらもうお魚美味しいし、お米も美味しいしすごい羨ましいんですけど、うん、京都はそういう材料が出ないので、粘土も、要はよそから来てますし、うん、そういうのが高いっていうのもあるのかもわからないですけど、うんうん、京都府の方が
京焼き清水焼きでなんで高いんですかって言われるぐらい。ああそうなんだ、うん、なるほど。なんでそのどこまでコストを下げられるかっていうのをよく言われますね。うん、だからなぜこんだけ高いっていうか、なぜこの価格がするのかっていうのを説明するよりか、なぜ高、こんだけ高いんやったらコストをなるべく落としなさいって言われることが多いのは多いですね。なるほど。そっか、なるほど。マシコなんかでもすごい手作りで作ってて、安いじゃないですか。だから、それと比べられるとやっぱりすごい大変なところはあります。なんかそういうところにないペリカンキュースっていう自分独自のオリジナルっていうのがやっぱ評価されてるんだなとは思いますけどね。なるほど。ちょっと先ほど今のペリカンキュースって名前が改めて出たので、少しお話先遡って秋野さんにお伺いしたいなと思うんですけれども、さっき与谷さんがペリカンキュースをこう残していくための使命感みたいなところで、あまりやる気がなかったけど作り手になりましたっていう話があったんですけど、はい、秋野さんも先生ですよね、もともとは。やっていた期間はすごく短いんですけど、はい、1年半だけなので、はい、でやっていて、もしかご結婚されてご出産されて続けることもできたとは思うんですけれども、それでもあえて職人の道にって言ったのはどういうお気持ちだったのかなって。どういうか、はい、なんで辞めたかと言ったら、子供が小さい時で、うん。はいはい、なるほど。なんかもう、教員の仕事っていうのはもう、土日もちょっと、なんか部活の手伝いだり、うんうん、家に持ち帰って、なんか仕事をしてみたり、うんうん、なんかこう、子供が相手してねえねえって来ても、相手できないことが、ちょっと私が嫌で。うん、なるほど。それとか、たったの1年間でしたけど、奨、うん、学金の担当になったりして、うん、結構一定のこととかも見えていたり、まあ、それだけじゃなくても、どうしてもこう生徒のことばっかり考えてしまう。うん、なんか、ずっと、まあ、もう本当に初心者だったっていうのもありますけど、うん、結構こう、仕事にこう、のめり込んでしまうか、うん、子供の相手ができないっていうのが、ちょっと自分で、うん、やったので、ちょっと続けるのはできないなと思ってやめたんです。うん、で、家にしばらく行って、はい、まあ、手とかも、やっぱ家の中に仕事がありますから、やっぱ手が空いて、この、手伝ってみたり、うん、ちょっとそこにバイトに行ったりもしてたんですけど、うん、徐々に家の仕事を手伝うことが多くなってきて、うん、で、まあ、そのうちこっちやっていこうかっていうことで、うん、だからもう最初覚悟を決めて親の仕事を継ぐぞとか、うん、そういう感じではなくて、なんか徐々にっていう感じだったので、うん、2人とも全然継ぐ所、そう、三代目、五代目っていうふうに伺ってるんですけど、そこの未来はあまり想像してない人生だったってことですよね。私の前の四代目の母も、最初勤めに行っていて、やっぱり家族の介護だったり、うん、まあ、育児だったりが、うん、があって、辞めたっていうふうに、その母を継ぐつもりではなくて、三、うん、代目のおじいちゃんの時に、この家のお仕事は終わるかなと思っていたけど、うん、まあ、母が入るようになって手伝うようになって、うん、で母で終わるかなと思っていたけど、今度私がなんか手伝うようになってみたいな、うん、ちょっと本当になんか気合い入れて継ぐぞっていう方には申し訳ないんですけど、どちらかというとこの緩く始まってしまったという、うん、なるほど。でも今こう、あ、どうぞ、ごめんなさい、ごめんなさい。要は、ちっちゃい時からね、もう、僕が継ぐとか、私が継ぐぞって思ってね、こう、継がはった人には、すっごいもう、申し訳なくて、もうそういう気合は全然なかった。うんうん、
なんかちっちゃい時から継ぐぞって思ってたら、やっぱし美大も美大に行くなり、うん、そういうね、ちょっとはデザイン系の勉強もしといた方が良かったなとは思います。はい。ありますね。全然その、経営の勉強もせず、もう、とりあえず行き当たりばったりで来てるので、うん、なんかもう、今でこそその、ほんまに、継ぐぞって決めて、ちっちゃい時からそういう覚悟でしてる人は本当に偉いなって思います。いや、もうまさに同感で。ただ、京谷さん、2000年に法人化されたって聞いたけれども、はい、なんかそのきっかけだったり、なんかやってみて、こう、思われるメリットであったらお聞きしたいなと思うんですけど、もともとは個人事業主で父も、まあ、祖父もやってて、作り手がその経理関係をするっていうのは非常に大変なんだと思うんですね。で、うちのその祖父とか父の場合は、経理関係を、企業組合というところに任せてたわけなんです。で、要は、そういうところに任せていて、もうかなりの借金ができたわけですよね。で、その当時、私がその銀行行ってた頃に、男女雇用均等法っていうのができましたけど、とてもじゃないですけど、均等ではなかったんです。やっぱり、責任のある仕事は、私よりも後に入った男の男性行員が任されるし、やっぱり女性行員っていうのはなかなか、その肝心なところで責任のある仕事は持たせてもらえないっていう環境だったんですね。で、そこへ持ってきて、銀行、対銀行とか、まあ、対他の会社と接触したりとかする場合に、やっぱり肩書きがないと、とてもじゃないですけど、女一人が行って相手してもらえるっていう時代ではなかったんです。で、そういうところに持ってきて、やっぱり銀行で融資を受けるにしても、やっぱり女性が一人で行ってお金貸してくださいって言っても、なかなか貸してもらえないので、で、法人化をしたわけです。そうしないと、もうとてもじゃないですけど、今みたいに女性が行って簡単にこう、言った事業計画書を書いてお金を融資を受けるっていうのは、もう本当に大変なことなので、そういうことで法人化したんです。もう法人化するとやっぱし、それなりの人格になるので、それで法人化にしました。で、まあ、法人化にするにあたって、やっぱり毎年毎年きっちり、確定申告はしないといけ、まあ、それは個人でも同じなんですけど、確定申告はしないといけないですし、まあ、赤字になっても、絶対ね、均等割っていうのは払わないといけないですし、まあ、そこは、そういうことをして、ちゃんとしているので、今回のコロナ関係で、やっぱり法人は200万、個人は100万っていうね、支給金が違ったりとかしているのはすごくありがたかったです。なるほど。だから、絶対、こう、税金部分では支払わないといけない部分があるの、あるのと、まあ、累積赤字になっても、そこは見てくれはるので、そこは、まあ、ありがたいかなと思ってますけど、個人事業主だとそこの部分でね、まあ、赤字があっても累積にはできないので、そこは助かってます、今のところ。やっぱりそれ、そのためにすごく、勉強されたというか、その個人の勉強は全然しない。もうでも経理もかも何にもかからず、はい、も税理士さんに丸投げなのでそこは、はい。融資を受けるとかそういった話はもともとなんか家業でやっておられたことなんですか。いやだから銀行に勤めていて、その銀行員の先輩とか、うん、銀行の時代にこうお世話になった方とか。いろいろ相談をしてたので、融資を受けるときにはそういうことが必要やなっていうのがよく分かってましたし、まあ、大きい金額を借りようと思うと、まあ、例えばですけど、
住宅ローンにしてもやっぱりご主人のハンコいりますとか言われるじゃないですか。で、銀行行ってる時も先輩の女子行員の先輩の方が、自分が勤めてる銀行でもやっぱり女子行員 の住宅ローンはなかなか借りられないっていうお話を聞いてたので、非常にその、まあ今で男女差別はないですけど、昔は本当にかなりありました。あったと思います。今はだからその分やりやすいんじゃないかなと思ってはいますけど。従業員さんとかは雇われてはいない。だから父がやってる時に従業員さんがいたんですけど、うん、もう、そんだけのね、注文がないんです、今。うん、だから従業員を雇うと、言ったら労働保険かけなあかん、社会保険はかけなあかんので、うん、それもう経費がかなりかかってきますし、一人従業員を抱えようと思うと、給料以外にその給料の倍ぐらいはやっぱり会社としてかかるので、うん、ちょっと今は仕事があっても、その従業、正社員を雇うっていうところまではできないです。うん、だからお小遣い程度にっていうわけにはいかないので、やっぱり社員を抱えるっていうのは、やっぱり社員のその社会的保障もあるので、で、また陶器っていうのは火傷をしたりとか、機械で、まあね、怪我をしたりとかあるし、そういう労働保険的なこともやっぱり重要になってくるので、うん、そこは会社としてやる以上は、まあそういうこともちゃんとしとかないといけないかなと思ってるので、まあ家族だけやったらね、今月売り上げないし、まあ次の月まだ繰り越したらええわとかいうことにはならないので、うん、そこは、はい。会社にするとそこは大変だと思います。ね、もう本当に今現在ちょっと手が欲しいぐらいなんですけど、やっぱり、まあ、母と私二人で今やってるけど、ね、まあ、個人事業、いろんなことを一人でというか、やっているわけなんですけど、やっぱり手が欲しいなと思うこともあるけど、やっぱり従業員を雇うほどではない。なので、まあ、例えばだけど、法人化というのは、どういったふうにされるかっていうふうにちょっと今聞いてみたんですけど、今やったら法人にするのは株式会社って0円で確かできたと思うので、うんはいうん、そうじゃないですか。うんうん、だから、簡単って言いや簡単やけど、それなりにその従業員を抱えたりとかすると、やっぱり、うん、かなりの覚悟でしないと、うん。で、要はね、会社にしとけば、次誰かにこう、事業継承するときにやりやすいかなって思う。うんこともあったので、例えば、定款を変えればいいので、そこは事業継承をするときもやりやすいかなとは思ってます。それは自分ところの、まあ、子供じゃなくても、他人にこう事業継承する場合でも、法人の方がやりやすいのかなとは思ってますけど、従業員を雇うとなるともうかなり、覚悟がいるじゃないかなと、ねうん、他のところを見ていて思います。うん、これちょっと踏み込んだ話になるんですけど、なかなか今、やっぱり僕らの会社ももちろんそうなんですけど、人一人雇うってすごく大きなことなので、なかなか決断難しいと思うんですけど、それに対して今3代目っていうところで、これ4代目に行くっていうところと、まあ、後継者を育てていくっていうところって、すごく大事なポイントになるんですけれども、そのあたりの技術継承とかっていうところは今どのように考えられてるんですか？で、うちも子供、娘が2人なので、はい、で、私もそうだったんですけど、別に告げとは言われてないし、うん、娘にもそう言ってないんですね。うん、で、娘2人とも1人は栃木にいますし、栃木で、薬の研究をしている会社に就職、うんしたんですね。もうほんまに理系上で、うん、これが困ったぐらい理系上で。で、下は、保育士を
してるんですね、はい、だから保育士になる前は、うん、ほんまにお母さん継がんでええのっていうふうに聞いてくれたんですけど、うん、まあもう小さい時から子供が好きでやりたい仕事なので、うん、別にまだ20年くらいいけるかなと思ってるので、うん、そこで、まあ、徐々に誰かやりたいなっていう人が現れれば、うん、まあそこで事業継承なりしていけばいいかなと思ってます。明野さん、逆にその3代目で終わるかなと思っていた工房がお母様で4代目、ご自身で5代目ってなった時に、やっぱり5代まで続いてくるとその次っていうところも意識はあると思うんですけど、そのあたりの後継者っていうところに関しては今どんなふうに考えられているんですか？意識は全然ないですね、うんうん、でも息子は今大学生ですけど、うん、で欲しいとは思っていなくて、うん、やっぱりすごくいい仕事だと思うんですけれども、うん、手身の面で、うん、そこの面を考えた時に、うん、進められなくなる。内容だけはもういいものだよって言えるけど、うんうん、まあそういう稼ぎの面でどうしてもいいよと言えないので、うん、というかまあ息子に関しては夢がある、うんみたいなので、うん、応援したいと思っていますし、うん、まあただこのなんか一応伝統工芸の職人みたいに言われると、なんかこう周りからそう見られて、もう受け継いでいってなんぼみたいな、後継者を育ててなんぼじゃないかっていう目がやっぱりあるんですけど、うん、正直はあんまり考えてないというか、うん、私自身はもう目の前のお客様の要望にお答えしたりとか、まあ、兵庫っていう存在をまず知ってもらいたいっていう、まだそこなので、先ほど京大さんも言われたけど、もしやってみたいという人がいれば、うん、その時に、はい、かなって。で逆に代々家業として継がれてきたものも、もし思いがあれば血縁じゃなくてもやっていってもらうっていうのは全然抵抗感ないっていうことですよね、今の話で言うと。はい、ああ、もう血縁かどうかとは関係ない。うん。それは先ほどの話で言うと、京谷さんも一緒ですか？はい、もうこれはね、私の場合はやれとも言われなかった。んですけど、やっぱりものづくりというかこういう仕事が好きでないと、うんうん、無理やりこう押し付けるつもりはないんですけど、うん、やりたくない子供にやれって言っても、うん、続かないんじゃないかなと思うんです、うんうんうん、やっぱり他の熊本でもね、やっぱり長男で親が無理やり継がせたところはあまりうまくいってないところも見てますし、うん、うん、やっぱり好きでないとできないんじゃないかなって思います。うん、で、まあ、ありがたいことに京都なんかは、まあ、大学も陶芸科があったりとか、うんうん、かなり多いので、で、まあ、やってみたい。そのペリカンギュースとかそういうのを、うん、まあ、やってみたいって思うような人が現れれば別にいいのかな、うん、ただそこでその収入面がやっぱりね、どこの伝統産業でもそうですけど、うん、それだけで、うん、食べていくのはかなり大変なので、そこの部分でどういうふうに販路とかその生活していけるように、うん、その何本もその柱を作っとかないといけないかなと思ってて、うん、で幕開けをやったりいろいろなことはやってはきたんですけど。なるほど。じゃあしっかりと販路ができて、自分がこう1ヶ月で作れる量って当然あると思うんですけれども、それをしっかりこなすだけの販路ができれば、このいわゆる卸値としては
普通に生活できるところにはあるってことですよね。私が今思っているのはもうその卸、そのまあ卸売価ですね、ごめんなさい、はい、うん、卸に卸すっていうのがね、昔でしたらね100、200、それこそ1000とかの注文があったのが、今1個とかのためにその卸をするっていうのがかなりです。無駄とは言いませんけど、うん、大変なので、うん、もう卸業ってた例えば数が出ればいいんですけど、うん、今はそういう状態ではないので、うん、もう B2C でいかにこう売っていくかっていうことを考えた方がいいのかなと思ってます。ということですね。これお二人にちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、その1個あたりの単価が安くてどれだけ精一杯作ってもなかなか食べていくの厳しいよねっていうところではなくて、1個あたりの単価は適正なんですけど、その数がやっぱりまだ足りないっていうのと、こう厳しいでも2つ側面があると思うんですけれども、そのあたりで言うとどちらの方が大きいんですか？陶器の場合はやっぱり100均でも買えるっていうところがかなり厳しくて、うん、そこをどう差別化してこうストーリー、まあ、今でこそストーリーを伝えろって言われるんですけど、うん、そのこれを作った背景とか、これはどういうふうにして作られているのとか、うん、なぜこういう形になっているのかっていうところを、もう百貨店でもそうなんですけど、もう昔やったらここまで説明しなくてもいいよく買ったのに、もうこと細かく説明 しないとお客様にこうご購入いただけないっていうことがすごく多いので、数が出るっていうのも難しい時代じゃないですか。単価としては適正か、もちろん売ることに対しての大変さっていうのはあると思うんですけれども、1個売れるものに対しての単価としては適正な値段はつけて販売はできてるっていうことですか？それともちょっとやっぱり安いものも多いんで、少し本当はこの金額で売りたいけど、この本当はこの金額で売りたいけど、うん、日用食器としては例えばこれ 3万したら買わないですよね、うん、いくら手で作ってて、うん、これだけ手間かかってますって言っても急須一つ3万では買わないですよねっていう感じです。うん、なるほど。ってことはやっぱり売れるリアルな金額までどうしても下げることになってしまうっていうことですよね、はい、で、うん、それがね月に100注文あってもその卸価格がここは難しいんですけど、その今販売してる価格そのものが卸価格ではないので、うん、そのパーセンテージによってかなりね、うん、これを暴露してしまうとちょっと、そうですね、そこは、はい、かなりでもね、そのまあ条件がありますからね、はい、いろいろと、うんうん、1個仕上げ今、まあ、例えば昔でしたらね300個ペリカン急須ができたと、できて、300注文があったとしても、うん、今ね、生産量も減っ、まあ、もちろん注文数も減ってるんですけど、うん、生産できる釜の大きさがちっちゃいので、うん、生産数も減ってるんですね。はい。だから月、100もできないです。なるほど。だから、その手間から考えると、うん、もう少し価格を上げたいんですけど、うん、なかなかそれが卸しというか、氷屋さんに卸すときには、そんな高い値段では買えへんって言われる。買えへんっていうか、お客様が買わないのでって言われることは多いですね。うん、となると、やっぱり B2C とかっていう選択肢になりますもんね。はい。うん、だからその3つ指数をやっぱりある程度つけて、はいはい、B2C、もう新録が
って言ったペリカン救済ここしかないんですっていうところを、どれだけ今私の時代でこう広められるかっていうのかなとは思ってます。秋元さんいかがですか、その生産量とあとはお仕事としての単価とっていうところの問題に関しては。そうですね、やっぱりあんまり高くては手を出してもらえないっていうところで、なかなかその価格上げていくっていうことは難しいんですけど、材料費がどんどん今上がってきてて、今のところなんかもう自分の店で何とかしている状況ですけど、それを今どこまで徐々にお客さんにお願いしていけるかなっていうところでもあります。それで、そうですね、どちらかというとその掛け軸も両分も、まあ、なんていうか、期間がかかるので、で、だんだんその時間もかかるっていうことですごくお待たせしているっていう面もあるのと、といって、たくさん、こなせていないっていう状況ですかね、どちらかというと。もっとどんどん、仕事をして、こなして、早くお客様に渡したいんだけど、そういった面でもちょっと手が欲しいなっていうところに繋がってくるんですけど、で、本業だけじゃなくて、まあ、事務だったり、書類のことだったり、パソコン仕事だったりっていうことが、そうするとちょっと頭の切り替えも必要ですし、まあ、全てのものづくりのあれ、準備にも結構時間かかるので、もっと本当は本業に近づきたいっていうのはあります。ということはあれですよね、やっぱりね、人を生産量を増やすって考えていくと、当然人が欲しいけど、でも人をこう雇用するとというか、お願いすると売り上げを上げていかなきゃいけないっていう、そういうジレンマはやっぱり常につきまとってるわけですよね。じゃあ、ここにお願いして、じゃあ早く仕上がりますって言って、じゃあ今度仕事量がそれだけ増えるのかって言ったら、そこはわからないですし。じゃあ次の世代にこう、二人、こう、でも、まあ、もちろん強要はしないけれども、継いでくれる人がいるんだったらバトンタッチはしたいなっていうお考えの中で、何がこう、次の世代に、届けていくために残していくために必要なポイントだと思うんです。さっき販路っていうのも一つだと思うんですけれども、どういった部分がこう課題として今解決していかなきゃいけないかなっていうふうに映りますか。変えていくためですか。そうですね、まあ、自信を持ってこの仕事、さっきいい仕事だっていうのは自信持って言えるっていうお話があったんですけど、はい、でもやっぱり、ね、やっぱり収入面ですかね。そうですよね。その収入面をこう上げていくための課題としては。そうですね。もし、どんどんこうやって仕事が、増えて、稼ぎも、収入も増えて、いい仕事だよって、なれば、誰か、やってみたいっていう人は出てくるかもしれないですよね。やっぱりどこもそうですけど、この後継者問題ってあると思うんですけど、はい、どうしても多分収入面が大きいんじゃないかなと思ってるんです。あと竹野さんは経理面を誰かに任せるっていうことできないんですか。もう竹野さんが職人としてされてるんやったら、もう経理とかそういうパソコン作業とかを誰かパートさんにお願いしてみるとか。そうですね。はい、考えているところです。本当に、なんとかしないと、今度、ちょっと自分がもういっぱいいっぱいで、自分自身が潰れては何にもならないので、はい、今まさに考えているところで、本当に。で、それで落ち着いたら、はい、こう、後継者というか、そういうね、仕事、職人としての仕事を誰か、まあ、やってみたいっていう人を、する。っていう、だからうちなんかは主人が作っているので、もう経理関係のパソコンだとか、そのインターネット関係を私は
ているっていう感じなので、作る人とその別々にされたらもうちょっと楽にはなるんじゃないかなと。そう、本当にそう思います。せっかくね、兵庫市としてできるんやったら、私はどっちかってろくろはできないので、まあ、もう任してしまう方がいいのかなと思って。だから、私が作品を作るときは、まあ、年に一回で、京都の、工芸作家美術協会というところの作品を作るだけなので、はい。もうほとんど、陶磁器訓練校で、まあ、訓練をさす学校があるんですけど、そこを出たんですけどね。私は絵付け、それこそ絵付けの方のコースを出てるので、絵付けはするんですけど、絵付けの仕事もないですし、まあ、その仕事がないのに過去つけて、毎日パソコンの前にいますし、だからそういう経理のことを誰かに任せてしまえば、もう少し余裕ができるんじゃないかなと。そしたら余裕ができれば仕事もね、早いこと、そうですね。収められるし。まあ、結局母もそうやって一人でやってきて、ただ、今60代後半なんですけど、そしてうち、襖とか、障子の仕事もしてるんですけど、やっぱり徐々に体力面で、ただでさえ女性っていうことで、襖は一枚一枚運んでるんですけど、で、じゃあ、これから高齢になっていって、母が、あんまりそういう力仕事できなくなりますよ、と言ったときに、やっぱり一人で、やっていくっていうのはどうしても不安もありますし、あと経理面もどちらかというと母から私に徐々に移行しているっていう部分もあって、だんだんちょっと一人で抱えきれなくなってきたっていう、ちょうど今そんな感じのところで、なのでやっぱり分けてやれたら、というか出かなきゃいけないんだろうなと、思います。障子とかも直してはるんですか？あ、そうです。障子とか自分で直すんやと思ってた。あ、なるほど、なるほど。そういう方自身もなんか高齢になられて、ちょっともう自分でできたからっていうご依頼もありますね。あ、そうなんですか。でも、ホームセンターとかで障子の紙買ってきて自分でするんやと思ってました。ああ。そうですね。それをされる方はまだ若い方で。いや、61になりましたけど。いや、若いですよ。もう、そうですね。もっともっと高齢の方もたくさんおられるので、はい。そうやって収入を上げていくためにっていうのは、もちろん知っていただいてお客様を増やすっていうところと、当然価値を感じてくださる方を増やしていく。いわゆるその金額を適正だと思ってくださる方。まあ、ちゃんと理解すれば、その価格がついているのを納得して、もともとは高いなと思ってたものを買ってくれる方っていうのは、当然いらっしゃると思うんですけれども、その中で事前にいただいてた質問で、京谷さんの方から、明野さんに、その今 SNS とか少し力を入れてるんですけれども、その他に、こう、あまりお金をかけずに、こう、やれる広報とか PR っていうのが何かありますかっていうのを事前にいただいてるんですけれども、今何か工夫してやってらっしゃることがあれば教えていただいてもいいですか？やっぱり無料なところを言ってますね。商工会議所のホームページだったり、県の観光 PR のなんかキャンペーンで、なんか無料でお店登録みたいなのがあったり、なんかそういうのがあったら、登録してますね。あんまり何十万かけてホームページ作るっていうことは、うちのお店ではちょっとできないので、はい。それとか。それは、そしたら、ぜひ、小規模事業持続化補助金を取っていただいて。実はそれ、取りまして、ちょっとお店の改装だったりさせてもらいましたね。私にとって、というか、うちにとって初めて、そういう補助金を利用してさせて、そうだったので、すごく勉強になりました。こういう風に使えるんだっていうか、はい、その中で、すいません、その中で、それを利用して、パンフレットも
作ったので、またいろんな機会で配布していけたらなと思ってます。京大さんの方でその質問をこうしてみたっていうのは、やっぱり何らかそういう形で届けていきたいなっていう思いが今あるからってことですよね。そうなんです。もう本当に、なんかお金をかければ広告宣伝ってできるのかもわからないんですけど、伝統産業ってほとんどそのそれこそ生活するだけでも大変なんです、だからその仕事面をどういうふうに広告していくかっていうのがね問題になってきてるんではないかなと。例えばインフルエンサーお願いするにもお金がかかるので、その部分でどういうふうに無料、なるべく無料も難しいんですけど、お金をいかにかけずに広告していくか。そうですね。今、はい、そうですね。言い忘れたんですけど、インスタグラムはやっていて、はい、ちょっと毎日とつと思っていたけど、なかなかできていない現状ですけど、まあそれも無料だから始めてみたってありますし、ただ私、そのツイッターとかはまだしていなくて、こういうことってこの、多分続けることが大切だと思ってるんです。なんか無料な分、きっとこの自分の時間をかけないといけない部分もあるかなと思ってて、それが、まあ今手が足りないって言ってる状況で、なかなかその時間をかけて、SNS もやってられないなっていうところで。で、その、一度そのホームページもそうですけど、一度掲載したのに、これがずっと掲載、更新されていないと、で、また逆に悪いイメージありませんか？ちょっとそこを気をつけたいなと思っていて、なかなか、まあ、ツイッターに関してはまだちょっと手が出ない状況ですね。毎日5通ツイートせえって言われてます。なんですよ。それを毎日をずっと続けないこと。そんなできない。でもまあ、ね、できればいいですけどね、なかなか お時間こう、限りある中では難しいですもんね。でね、私がその携帯すらも、携帯を持ったのがもう30の時。なんですね。だからもう頭に入らなくて、それはそれは大変です。だからもう今やってはるのは羨ましくて。今でもされているんではなかったでしたっけ？Facebook も Twitter も Instagram も全部やってます。素晴らしい。全部やってるんですけど、もう全部なんか中途半端になってきてるので、どないしたもんかな。なんかツイッターなんかは娘にやってくれって言って、娘が大学生の頃にちょこちょこってやってて、まあ、ターゲット層っていうか、その SNS のやってる層が、ツイッターって10代、20代って言われてたので、はい、だから若い子がツイートする方がいいのかなと思って、ずっと娘に丸投げしてたんですけど、娘ができひんになっちゃったので、もうこれはえらいこっちゃなっていうのでやり始めたんですけど、なかなかね、やり続けるのは本当に難しいです。そうですよね。本当誰かにお願いできたらいいんですけど。で、ね、パソコンの前にいると父なんかはもう毎日パソコンの前にいてって怒るし、もうそれは大変でした。でもね、すごく結構すごいことをつぶやかなきゃとか投稿しなきゃってイメージがありますけど、僕らの周りで職人さんのことを知りたい人って、その工房の雰囲気だったり、使ってる道具だったり、制作過程の途中だったりとか、多分こんなの見てもっていうものほど刺さったりもするので。それがですね、作業してるとなかなか写真撮れない。なるほど、なるほど。そうですよね。もう余裕ないですもんね。でも感じて手元撮らはったり。そうですよね。もうね、でもなんかもう写真を撮るっていう頭がもう、まあ、ね、習慣にすればいいんでしょうけど、肝心の本業のビフォーアフターとか、そういったものも撮り忘れたりすることがあって、なかなか習慣づかないな。
だから本当に定点で置いてしまってピッて録画して、結構今スマートフォンでも長く撮れるんで、もうバーッと1時間回しちゃって、あ、ここ面白いなと思った1分だけ切り取って投稿するだけでも全然いいかなと思います。多分逆にそういう方がズバッとくると思います。なるほど、うん、それだと1時間をもう置いとくだけなんで、充電器セットしておいて、そういう切り取るっていうのができないんですよね。まあ、なかなか難しいですよね。言うは易しで。まあ、頭にね、こっちから入ったらこっちから出ていっちゃうので、はい、すいません。いえいえ、全然。いや、でもすごいいろいろ素敵なお話というか、あのリアルなお話、今私たちがやってる後継者育成インターンシップなんかも、結構女性の職人さんの生の声聞きたいっていうニーズも多かったりするので、今日のお話すごく良かったと思います。ちょうどもう1時間経ってしまうところなので、最後にせっかくなので質問を、恒例としている質問をさせていただきたいんですけれども、この先、当然、次の世代にっていうお話を今日させていただいたり、後継者とか、素敵なお仕事だって自信を持って言えるけど、やっぱりでも収入の話があって、いろんなこうお話を伺ったんですけれど もうすごくシンプルにお二人が今今後やっていきたいこととか、チャレンジしたいこととか、叶えていきたい夢みたいなものがあったら、最後に教えていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。私さっき決まったんですけど、はい、もう今はもうやっぱり目の前のお客のご要望にお応えするっていうのが一番で、はい、まあ、表具っていう仕事の名前自体を知らない人もたくさんいるので、まず知ってもらいたいっていうところから、まあ、その、まあ、広報活動、ちょっと PR、うん、表具の業界自体もちょっと PR、あれですね、あったりするけど、うん、ちょっとまず知ってもらいたいっていうところ、を今後頑張っていくっていうところですね。はい、ありがとうございます。京谷さん、最後にお願いしてもよろしいでしょうか。それこそ今日、まあ陶器っていうのは日本全国あるんですけど、はい、やっぱり京焼き、清水焼きっていう名称っていうか、伝統的工芸品となると、うん、やっぱり全国的に知名度が低くて、生産量も少なくて、やっぱり、窯元は結構その平安京の時代からまああるので、平安京があって、京都が発展してきて、その中で京焼き、清水焼きっていうのも発展してきたので、かなりの窯元があるんですけど、全国的に見るとやっぱり知名度低い、生産量も低いっていうところで、京焼き、清水焼きっていう伝統的工芸品としての名称がね、あまり知られてないことが多いんですね。京焼き、清水焼きで京都にいるからとか、まあ、伝統工芸に携わっているからご存知だと思うんですけど、一般的に考えると、一般的にこう見ると、やっぱり瀬戸だとか、まあ、岐阜県ですよね。瀬戸、有田、そういうところがやっぱり備前、やっぱり、六古窯って言われるとか、やっぱり、知名度が高いんです。で、だから、そういうところに持ってきて、京焼き、清水焼きをもうちょっと知名度を上げたい。うん、そうすれば、窯元の仕事もできるんじゃないかと。うん、それは、日本だけじゃなくて、やっぱり海外にも持っていって、知名度を上げていきたいなと思って、今、ジェトロの、たくみネクスト2021っていうのにも参加させていただいてますし、うん、そういうところで、まあちょっとでも知名度、私が知名度を上げることによって、そういう京焼き、清水焼きっていうものを知っていただけるかなと思ってます。うんうん、なるほど。ありがとうございます。先ほど、秋田さんの方もありましたけれども、やっぱりもうとにかく標語を知っていただく、京焼き、清水焼きを知っていただくって、まずもう本当に手前の知っていただくっていうところからやっていきたいっていうお話を伺えたので、僕らも伝える側の立場として、まあ、魅力でもあるんですけれども、いろいろ発信にしていきたいなと思ってますので、今後もよろしくお願いします。またこの、ね、出会いも大切に、職人さん同士こう出会えたことっていうところでご縁生まれて、何か一緒にお仕事したりとか、お互いのところに行ったりっていう話もよく聞くので、ぜひ何か今後もお二人で
こう何かコミュニケーションを取りながらやっていただければなとすごく思います。はい。あの私、はい、当番も作ってるんですね。だからその当番、当期のあのこのこんぐらいの、はい、あの板状のものを作ってるんですね。だからそういうのの後ろのなんか道具で やってみたいなって思ったりとかしてるので、またぜひよろしくお願いします。いいですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。本日は本当にあの素敵なお話ありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。